はい、こんにちは、高井です。今回はこの写真のレタッチを行います。まずこの写真を見て気になるところがあります。それは空です。空が真っ白になっている点です。僕はこういう空を空の置き換えを使ってがっつりレタッチしています。まず選択範囲の空を選択をクリックすると、フォトショップが数秒で自動的に空を選択してくれます。この状態でレイヤー、新規塗りつぶしレイヤー、グラデーションをクリックします。ここで出てくるこの右の画面、プリセットがあるわけですけど、プリセットの基本の中の一番右を選択します。はい、この状態でここの逆方向っていうところのチェックを入れます。そうすると空の下の部分が明るく、上になるにつれて暗くなるというグラデーションができました。さらにこの比率を上げてやるとグラデーションが滑らかになります。今 140% ぐらいにしてみましょう。ちょっと滑らかになりました。さらに空の部分にカーソルを持ってって直接こうドラッグしてやると空が明るく変更できます。これぐらいでいいでしょう。 OK をします。この状態でモノクロに変換します。モノクロに変換する方法はいくつかありますが、僕はレイヤー、新規調整レイヤーの中の白黒をで選択してモノクロにします。はい、これだけでちょっと雰囲気出てきましたね。空をこんな風に置き換えちゃうっていうのはまあ賛否あるかなと思うんですが、そもそも僕の写真はかなりアート寄りでやっていて、写真自体もモノクロなので空をこんなにいじっても誰もまあ気にしないというのがあります。けしからん、現実と違うじゃないかって言われにくいってことです。あとまあ写真編集をやる人の中でそれだけは一応許されるというか理解を得られているなという感じはありますよね。フォトショップやライトルームでも空を選択、空の置き換えという編集メニューがあるわけです。これってつまり写真編集をやる人が空だけを編集したい、空を置き換えたいという要望が強いからこういうメニューが存在するってことです。だから OK というわけではないですけど、まあそんなに固く考えなくてもいいんじゃないというのが僕の考えです。さて本題に戻ります。次にやるのはコントラストです。この写真はまだコントラストが不足しています。コントラスト調整で僕が行うのはブレンドモードです。まず下から2番目のレイヤーを選択してこの通常の部分をクリックするとブレンドモードの選択肢が出てきます。上から上山や焼き込みカラースクリーンなどがある中でコントラストを調整したい場合はオーバーレイやソフトライトを使います。今回はオーバーレイでいってみたいと思います。こんな風にビルの窓のと壁の部分のコントラストがいい感じになりました。ちょっと強めなので不透明度を下げて強さをまあ大体 75% ぐらいにしてちょうどいいかなという感じになります。ただ壁は良くなったんですけど、下半分道路や通行人が暗くなって見えなくなってしまいました。コントラストは全体にかけるのではなくこのビルの上半分にかけたいので多角選択ツールで上半分を選択します。ただオーバーレイのままだとちょっと見にくいので一旦このレイヤーをオフにしてから選択していきます。多角選択ツールでちょっと拡大して上半分をこういうふうに選択していきます。こちら側はもう雑にこんな感じで選択してもらって結構です。で今選択できたのでこのレイヤーをオンに戻します。
そしてここにあるレイヤーマスクのアイコンをクリック。これで上半分だけがにコントラストが足されました。これがビフォー、これがアフター、ビフォーアフター。でまだ下半分はちょっと暗いなと思ったので、下半分に明るさを足していきます。先ほど作ったレイヤーの右側、選択範囲を示す部分をコントロールクリックすると選択範囲が表示されるので、そこでコントロールシフト I を押します。これで選択範囲が反転して下半分に変わりました。オリジナル画像に持っていきコントロール J で下半分を複製します。複製したレイヤーのブレンドモードを今度はスクリーンにします。ちょっと明るすぎるので不透明度をだいぶ下げて 25% ぐらいにしておきます。はい、これで全体の見え方はだいぶ良くなりました。あとどこかいじりたいところってありますかね。ちょっとここで皆さんにも考えてみてほしいです。この写真でさらに編集を加えるとするとどの辺でしょうか。まあ、直感的にいいんでパッとどの辺か分かりますかね。ここでこの傘に目がいった人は結構編集慣れしている人かなと思います。この傘は写真でポイントとなる要素で、そこを少し明るくしたいなと思います。でまずオリジナル画像を選択した状態でオブジェクト選択ツールをクリックし、この傘のところにカーソルを持っていくと自動で認識して選択してくれます。でクリックすると傘が選択されました。ここもコントロール J で傘を複製してグリーンをクリック。これで傘が明るくなりました。これがビフォー、これがアフターです。傘だけ明るくしてもそんなに違和感ないですよね。やってみて違和感があるときはやめてくださいね。いろいろケースバイケースなんですけど、今の場合ビニール傘は光を反射しやすいので、これぐらい明るくしても違和感なく見てもらえます。傘とかビルの窓とか反射率の高いものだけを明るくしてコントラストを高めています。逆に空は置き換えを使ってグラデーションを見せています。そしてそれ以外はあまりいじらないと。こうすることで全体のバランスがちょうどいい感じに保たれているかなと思っています。そして最後にもう一つだけ、ここの端っこの道路の部分、ここは少し明るくなっているのが気になるので、ここも選択した暗くしておきます。多角選択ツールで、ちょっと拡大してここの部分を多角選択ツールで選択します。はい、そして先ほどと同様に複製して暗くしたい場合は上段を使います。ちょっとやりすぎたので不透明度で下げておきます。 65% ぐらいですかね。これでちょうど違和感なく馴染みました。全体を見て OK と。はい、これで完成です。どうだったでしょうか。まあ、ちょっと僕のやり方は独特なので 100% 真似る必要はないんですけど、レタッチの考え方を取り入れてライトルームなどでの編集に活かしてもらえればと思います。今回はフォトショップを使ったレタッチ動画でした。それではまた。